かんちゃん歌詞職人、俺のかんちゃんはニコニコの歌ってみたの、歌ってみたと初音ミクの歌詞職人あのプレミアム会員やから歌詞レインボーにできるから、うちの親あ、最近じゃないんですけど、ここ5年ぐらいスケートの羽生結弦くんいるじゃないですか、めっちゃファンなんですよ。まあ、皆さんのお母さんとかも好きな人いると思うんですけど、あのね、フリークなんですよね。狂ってるんですよ。なんか、羽生くんが踊る日があるじゃないですか、スケートで。試合のね。試合の日はまあ絶対有給取ると。まあそれは別にファンだったら普通じゃないですか。あのね、掃除するんですよね。始まる前まで。え、なんで掃除すんのと、ニータで家おったから、なんで今日掃除すんのしたら、悪い気を払うって。応援すんのにこんな汚い部屋はあかん。悪い気を払うから、あんたの部屋も掃除するっつって。別にそういうやばいやつじゃないですよ、うちの親。ほんと、うちの親やばいやつに、幸福の科学とかじゃないんです、ほんと。普通なんですけど、羽生くんに関しては、ちょっと、人格が変わると言いますか。あゆみに掃除されなくてよかったら、掃除されないでしょ。ゴミじゃありませんか。それはちょっと大変でしたね。ちょっとなんか羽生くん関連でいじるともうほんと殺されるんじゃないかって怒られるから、それはちょっと怖かったですね。フィギュアスケート言ったような気がするけど、ちょっともう一回言うわ、忘れたから。まあ、遊戯俺やっててさ、 LINE で急にデッキ送ってきてんって、お母ちゃんがデッキの画像送ってきてん俺に。俺が遊戯をやってるって言ったの、生放送とか YouTube だけだからさ、あ、これやべえ、や、え、まさかと思って、なんか遊戯王の画像を送ってきた後、これはフィギュアスケートの田中圭司のデッキですか、意味わかりますかって言われて、とても強いですって送って、打天使デッキとても強いですって、その後コロナウイルスに気をつけてくださいって、もう意味が全くわからん。何がしたかったよ。まあ、フィギュアスケート、多分フィギュアスケートの好きな人が、まあ、遊戯ハマってるからどうなんみたいな。